はい、今回はベトナムの首都ハノイ市を紹介してまいります。それではどうぞ。これハノイ中心部ですね。こちらハノイの中心部で、右側にありますこのこちら湖ですね、湖いっぱいこれあるんですけど、これも湖、これも湖、これも多分そうだと思います、ね、で上の方にあるこれ大きいのも湖です。大宝という湖ですね。今回はまずは観光で有名なハヌイ旧市街と呼ばれるのがこの辺りになります。観光で来たりだとかバックパッカーなんかで人気があるのがこのホアンキエム湖というこちらの中心部ですね。お土産屋さんだとか小さな雑貨屋さんだとか、まあ、プラスチックの椅子でみんなで集まって飲む、そういった楽しいことで人気な場所です。で、まあ、ビジネスエリアになりますと、もうちょいちょっと今広くなってくるんですけども、こちらですね、ハノイの場合、まあ、主に日本人が集まるのは4カ所ありまして、1カ所が、こちらが、こちら上にあります、包帯ですね、こちらのこの辺り、西洋人というか白人がこの辺り多いエリアなんですけども、この辺りにシェラトンホテルだとかもソフィテルだとかもあったりして、日本人もまあ住んでると言われている包帯区になります。はい、続きまして、この辺りですね、ホアンキエム湖があって、その下ずっとまっすぐ降りると、この辺りに、まあ、ビンコムセンターだとかもあるんですけども、もともとベトナムで、1998年ですかね、日本料理が最初できたのがキーというお店らしくて、その辺りに日本食レストランがたくさんというか、まあ、できたりして、まあ、2000年以前のベトナム在住者の方っていうのは割とこの辺りに、まあ、住んでいたようです。はい、続いて、キンマーエリアですね。キンマーはこのハノイの中心部から西の方にまっすぐ行きますと、この三角地があるんですが、もうちょい先ですね、この交差点から、交差点にはデウホテルなんかが、韓国のデウホテルなんかがあるんですが、ここから、このキンマーという通りですね、この辺りなんですかね、日本食レストランが、まあ、10軒以上、まあ、もっとですかね、並んでいるエリアになります。この辺りもかなり、まあ、2000年初期頃から寿司バーとか書いた店があったりとか、おふくろ亭とかマカモンですかね、まあ、そういった、あと北国ラーメン屋さん、そういうのが古くからあったようです。で、この公園を越えて北側に行くと、ここにリンランという通りがあるんですね。現在このリンランというのが、まあ、独身者に人気があるというか、よく住まれているエリアになります。ちなみにこの近くに何があるかっていうと、この前にあるのがこれ日本大使館ですね。ベトナム日本在ベトナム日本大使館が近くにあると、まあ、そういったことで、まあ、近くに、まあ、大使館があるので手続きが都合がいいとかですね、まあ、そういったことで人気があるとかです。
でこの目の前にある大きいのがロッテマート、ロッテマートじゃない、目の前にあるのがロッテセンターですか。ロッテセンターがこちらの方にあります。昔はここは、このデウンホテルというのが大きな建物でありまして、空港からこのデウンホテルに着くと、わあ、随分街中に来たなという安心感だとかですね、あった目印になった場所です。で今ではもうそのデウンホテルを、もう小さくなって見えてしまって、後ろのロッテセンターが非常に高い目印になっています。でもう一箇所、日本人が多いエリアは、西の方に、先ほどの保安ケーム、こちら保安ケームですね、保安県から、金馬、この下の方を降りたところですね。この辺り、鉱材というエリアがあって、どっちですかね、この辺りかな。まあ、韓国人なんかも多い高層ビル、高層マンションなんかがあるんですけども、まあ、この辺り、韓国の焼肉屋さんがあったりだとか、割と人気のあるエリアになります。まあ、こういった形で、まあ、主にハノイの方では4カ所日本人が集まるエリアが、まあ、様々分かれてまして、まあ、私も出張で行くときには大体4カ所何度か回るようにしてたりします。はい、まあ、こういった、はい、今回はこういったハノイの4カ所のエリア、主なエリアを紹介いたしました。続きましてはハノイ市内の工業団地を紹介してまいります。ハノイ市には10以上の工業団地があるんですが、まあ、日系企業関係があるというか、つながりが大きいのはやはり代表的な住友商事が開発するタンロン工業団地、タンロン1工業団地ですね。それ以外に古くからあるクアンミン工業団地だとか、空港のすぐ近くのノイバイ工業団地、最近ではホアラックハイテクパーク、まあ、私個人的によく行くのがお客さんいるフーギア工業団地なんていうのも行ったりはします。それではちょっと見てみましょう。はい、こちらハノイ市内中心部ですね。まず代表的なのがタンロン工業団地になるんですが、その前に、ノイバイ空港、まず空港の後ろにある工業団地、ノイバイ工業団地見てみましょうか。ノイバイ工業団地はですね、こちら、空港になります。ハノイの空港、ノイバイ空港と言います。でこの後ろにですね、ここにあるのがノイバイ工業団地なんですね。まあ、ノイバイノイバイで、分かりやすいと思います。こちらにはヤマハさんだとか、バイク関係の部品サプライヤーが古くから入っている工業団地になります。行き方としてはですね、この空港を出て、ぐるっとこう回っていくのが一般的なんですけども、こちらの方から入り口入りまして、各企業さん、お伺いすることがよくあります。あと浜ガスさんとかですね、一番奥のこの辺りに浜ガスさんがあったり、イキさんですね、茨城県の企業のイキさん、よくご挨拶にお伺いしたことがあります。ここは岸郎さんですかね。はい、そういったことで、もうちなみに和食飲食店で、これですかね、日本料理
ありますので、まあ、こちらを伺った時にはこちらで食事もできるという場所であります。はい、続きましては、丹論工業団地行ってみましょう。これハノイ市から、ですね、これが空港、これがネイバー工業団地、その途中にあるのがこのハノイまで、ちょっと距離測ってみましょうか。空港からハノイ市だいたい、これで21キロですね。ノイバイからハノイ市内までだいたい20キロぐらいという、その中に、この川ですね、これ本川か、本川を渡るんですけども、ごめんなさい、こちら本川を渡るのに、これ昔ソ連が作った丹論橋ですね、かなり渋滞で悩まされた場所なんですけども、この手前にある丹論工業団地、現在は丹論工業団地は1から3までありまして、1がこの羽根市、2が、あれは配膳噴煙か、2が噴煙、3番目が瓶フックですね、あります。そのうちの丹論を、訪問するときにぜひご注意してほしいのが、丹論1、2、3全然場所違いますので、11時にじゃあ丹論って来たときに、まあ、丹論2なのか丹論3なのか全然取り返しできない距離ありますので、まあ取り返しとか2時間1時間以上、往復で3時間以上かかってしまうので、ぜひご注意ください。ごめんなさい、こちらの方が丹論1工業団地ですね。こちらはもうパナソニックさんだとかキヤノンさんだとか、やはりバイク関係の部品、東宝さんだとか東宝インダストリーさんとか入ってるところになります。こちらはもうほぼ日本の会社を、90% ぐらい日本の会社だと思うんですけども、よく伺うことはあると思います。で、この入り口がこちら、まあ、2つ3つあるんですけども、まあ、メインゲートだと思われるのはこちらの管理棟がある、ここのゲートですね。これ入りますとすぐ中に日本料理の老舗ホタル食堂さんなんていうのもありますので、まあ、こちら伺うときには、まあ、食事もして帰られたり、あとは夜もやってるようなので、私は使ったことないですけど、まあ、こちらの方に焼酎とかお酒のキープされてるのが並んでるのが、あります。この辺りはですね、ハノイからも10キロぐらいなので、ですね、まあ、このノイバイ工業団地だとか丹論1工業団地、この辺りで働かれる方は割とこのハノイのこのエリアですね、住むことが、このエリアというのは、まあ、キンマーエリアだとかリンランだとか、またはこの、包帯の方ですね、住まれると割と数キロということはもう30分以内に、まあ、会社に行けるという、渋滞避けて行けるという便利なエリアになります。で、続きまして、他の工業団地はいろいろあるんですけども、サイドンだとかナムタンロンとか、ね、オアラックハイテクパーク、ちょっと見てみましょうか。最近できた、最近といっても比較的新しいのがこのオアラック、ここですね。結構遠いです。これ距離どのぐらいでしょう。見てみますね。ハノイ中心部からホアラック。だいたい30キロ。まあ、高速道路はあるので、まあ、30分以上、まあ、1時間弱、40分ぐらいで着くんですけども、ここに広大なホアラックハイテクパークというのがあります。このインターチェンジですかね。降りて、まだ入居しているのはかなり少ないんですけども、オアラックハイテクパーク、日本電産なんか550億円の投資したとかあったりとかですね、日本電産のグループが結構入るということになってます。あとはベトナム最大の通信大手の FPT 社、こちらの方もここにあったりだとか、 FPT 大学も確かあったかな。あとはビッテルという
軍隊関係の通信会社、まあ、電話会社、あ、これ FPT 大学ですね、まあ、ビッテルも入ってたりする、まあ、戦略的な、製造拠点となる場所です。まあ、市内からだと30キロありますので、後ろの方にはちょっと若干山があったりとかして、ちょっとまあ他の工業団地と比べると遠いかなとは思いますが、最近発展しております。で、続いて、あんまり日系企業がないので、あの、行くことはないと思うんですよ。風景や工業団地なんかこっちの方にありまして、会社は多いんですけどね。ちょっと地図で探すのは私も難しいので、ここですね。結構ここは工場多いんですよ。ご覧の通り、あの、非常に広くてですね、北側と南側、道路挟んでありまして、ただ日系企業は全然ないので、まあ、まあ、全然じゃない、まあ日系企業は他はないので、あんまり知られてないというか馴染みがないかもしれません。私ここ行く途中の、まあ、ローカルの道なんかが結構好きでして、本来の、まあ、ベトナム本来というか元々のベトナムの景色あったりとかですね、まあ、お曲がりくねった道だとか、まあ、ちょっと懐かしさがあって、まあ、そんな思いで見てます。はいはい。その他はですね、サイドン B 工業団地、ですね、サイドン B、ちょっと行ってみましょうか。サイドン B、サイドン A と B があるんですが、ちょっと A は私情報を持ってなくてですね、まあ、サイドン B というのが あります。これはですね、結構ローカルな場所だったんですけど、最近は、実はこれですね、こちらこの四角いのがサイドン B であろうと思います。で、こちらの隣の四角いのがですね、実はイオンモールなんですね。ハノイ北部に現在 1,2,3 3つイオンモールがあるんですが、最初の北部のイオンモールがここなんですね。サイドン B 工業団地2の隣にありまして、ちょっと市内のですね、徒歩圏から、こちらが保安警務、これが保安警務ですね。保安警務だとか、先ほどの金馬だとか、包帯だとか鋼材、このエリアからするとちょっとあの距離がありまして、ちょっと測ってみましょうか。大体この辺りから日本もこれですね、まあ、7キロぐらい、まあ、川を渡らないといけないというのがちょっと距離感があるのかな。川がまた長いんですよね。川幅だけではなくて、その橋脚の部分が前後非常に長くてですね、風が強くてしかも寒いという。どのぐらいのか見てみましょうか。この辺りからここの橋脚が長いんですよね。この辺りまでずっと、でも 1.8 そんなもんかな。ちょっと間違ってたらすいません。で、まあこれがハノイのエリアになります。はい、以上になります。